最近虫が湧いてきて嫌な気持ちになるんです。でも虫だって逆に僕らのこと見て嫌になってるかもしれない、そう思うんですよね。どうも、プロスピナンバー芸人の大野隆也です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、横画面にしました。今日からやります。あー、れちゃいます。ということでね、まあ本当ね、縦画面サムネバグが直らないというか、あれもそういう仕様なんだと思って、今日からまあちょっとその横画面にしてみようと、これ試験的に、うん、でやってみようと思います。まあこれ評価高ければね、これからも横画面にしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。ただね、スマホで見るとね、やっぱりちょっとプロスピの画面がちっちゃくなっちゃうんで、そこはちょっと視聴者と要相談で、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、今日はこの選手を使うんだ。はい、金子千尋投手です。ありがとうございます。いやー、オップようやくゲットいたしました。ようやく使いますと、使ったますとでございます。これね、金子さんね、僕、一番苦手です。はい。乗本さんも苦手なんだけど、乗本さんより金子さんの方が見にくいです。はい。で、まあ、能力見ていくと、9位83、3位81。まあ、これで、ね、称号をつければね、結構おもろいんですけども、オール A 行くんですけども、ちょっと A ランク1枚もいないんで、まあ、今回はつけられないと。でございます。で、このやっぱ2種スプリットですよね、2種スプリット。これがやっぱり強くて、でね、実はその2種スプリットだけじゃなくて、他の球種をもっといっぱい使うことによって、この金子千尋投手はめちゃめちゃ強くなるんですよ。これはもう僕戦っててすごいもうわかります。2種スプリットだけじゃ弱いです。弱いっていうか、まあ僕的には僕は打てないですけど、カットボールとか超高速シンカーとか、そう、そこでいろいろ使っていくんですよ。そうするとね、結構ね、抑えやすいですね。で、キレ脱三振、タイピチも一応レベル5にしてきましたけども、脱三振は別にリアタイ的に上げなくてもいいです。うん、ただ、リーグで、まあ、得の360でやってますっていう方は、まあ、あげるよね。そう、だから、キレタイピンだけ、まあ、レベル5にしとけばいいかなっていう感じはしますね。キレ20丸はもう絶対必要なんだよね。はい。ということでね、まあ、この金子千尋投手、使っていきたいと思います。まあ、2試合。ランク戦1試合、ルーム戦1試合、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、行きましょう。行きましょう。防御率 0.60、 えぐいな俺。さあやっていきましょう。初めてカメラの前でリアタイをやります。有玉、有玉でございました。いきましょう。さあ、金子千尋さん、記念すべき実写動画でね、初めていきますよ。まずこのセパレート、大きめのセパレート。危ない危ない危ない、いいよいいよ。で、次、まあ大きめスプリットボール、ああ、これはあかん、これはあかん。よく見ました。で、ちょいとカットボールを添えたりしてね、センターセンターセンター、これは打ちやすいか、これはあかん、これはあかんわ。俺の今の配球赤が絶対あかんで、今のちょっと一回改革、これ振ってくんねえかな。いやー、フランカー、あ、タイピング出てる、何も出てないじゃないか、何しとんねん、おい、どういうことやねん。サード、いやいやいや、ちょっと待って、相手は、ああ、ここ出てんのか。ここでじゃあ、小さいスプリット、ありがとうございます。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。小さいスプリット見せたことによって、絶対これ振ってくるから、絶対振る。え、振りなさんな、どう考えたって。ちょっと牽制、一球牽制、オッケー、いいよいいよ、一球牽制入れて、一球牽制入れて、カットボール、ちょっとカットボールを添えよう、カットボール添えて、オッケー、ファーストナイス、ナイス。さあ、正隆、何をやっとんねんと、帰れと、オリックスの先輩じゃボケーって話ですよ。こっち取ら、オリックスの先輩なんじゃボケーって話ですわ。うん、抑えられろ。この方見えてる、え、ちょっと待って、見えてない。ちょ、もう一回落ちる方。見えてない、見えてない、見えてない。これはもう見えてないです。オッケー、いいよ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 。で、ちょっと内角にストレートを投げるの。これ早く感じるのよ。オッケー、ナイス。あ、走ってたか。まあ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 、オッケー。はい、切れたいピン出ました、有田マス。もう勝ちです。
僕の勝ち確定です。ありがとうございます。あ、これ見えてないわ。全然見えてない。申し訳ないけど見えてないです。あなたで、ここで小さいスプリット、これが強いよ。 OK で、おっきい方多分来ると思ってるから、ここで小さい方なのよ。どうよ。強すぎー。さあ、バッチョさんよろしくお願いします。松原か、まあ松原かかってこいやって話ですよ。松原かかってこいや。この松原さん変化量マイナチなの、怖っ。うわ、怖すんぎ。これはもうこの松原さん怖すんぎです。いやかかかか、もうこれ、OHK ハイブリのリアタイです。ありがとうございますね。OHK ハイブリのリアタイなんで、まあ、そこはもうご勘弁ですよ。あれ以来やっぱやれなかったです。もう触れなかった。あの衝撃の配線からやっぱ触れなかったっすよね、リアタイ。うん、はい、ありがとうございます。まあ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 。これは A でしょう。これは A でしょう、っちゅう話や。さあバース、さあバース行こう。ピットでランナーを一塁に置いています。あー、これ危ない危ない。アーチ広角出てるんだもん。しかも勝ちっすよこっちの、あのアーチ広角が出た時点で勝ちなんですよ、バッティングは。はい、ありがとうございます。えっ、バース。さあ掛布ちゃん行っちゃおうや。ツーアウトになっています。先発ピッチャー、なんかこっちで取られてるっていうのがなんかすごい違和感。これはもう鼻くそもほじれませんな、うん、いやー、もうこの松原さんね、僕ね、無課金やかり使ってるから分かるんですよね、変化量が。そう分かるから、そんなに苦じゃない。フォークが嫌なんだよな。これが嫌なのよね。そう、ツーシーム、ツーシーム。はい、フォー、フォー、カモン、カモン、かけふー、カモン、ベイビー、アメリカ。どっちかの夜は昼間、カモン、ベイビー、アメリカ。さあ、テテ、もうテテしか勝たんよ。なんでタイピンマイナーレベル1なの出るの。レベル1でしょこれ。マイナー1のタイピン、これ違うな。あー、もう今のチャンスボール、しちゃえ大野ちゃん。はい、ありがとう。さあホームランで、あれ、これホームランで強制しちゃったら俺終わり。え、大野ちゃんホームラン打つなよ。打つんじゃないぞホームラン。大丈夫か。金子さんの動画だぞ。大丈夫か大野ちゃん。タムニー頼むよ。タムニーよ。あー、まあまあまあ、オッケーオッケー。これもうなんかあれ怪しいよ。オップは手を抜かない。コールドにしてある。あー、あっちコール出ないじゃん。赤赤ね。なんでタイピンレベル1で出んの。おかしいでしょ。おーおーはい。さあやっていきましょう。サワヤンさんですね、まあ、プロスピマンっていう名前で、僕の生放送来てくれてる方ですね。よろしくお願いします。いや、お相手の方も金子千尋使ってくるという神対応あります。すいません、ありがとうございます。さあということでやっていきましょう。ちょっとね、ここら辺のカ甘カットから入るという衝撃の配球ありがとうございます。甘カットから入るというね、これは衝撃の配球ですよ。で、ここで、大きい方のスプリット、はい、センターアップ、センターアップ、ありがとうございます。おいおい、プロスペン成し遂げない、帰れやてめえ、返せや、集中。ここで調子に乗らない、 OK よ。もう全球スプリット、大きめ、大きい方、大きい方でいくね。ここちょっと高速シンカー怖いけど、ちょっと入れてみようか。うわー、振ってこないか。マジっすか。ちょっと一球それでいこうか。あー、マジか。結構やっぱ対応してくるんやな。ちょっとここスプリット大きめ。オッケー、おいおい、チーチー
ちゃん見えてへんやないかーい。さあちょっと今日動画時間長くなっちゃうんで1回表1回裏だけでいいかな。ちょっと打者目線の金子千尋さん見て終わりにしましょうか。うっちゃるよ金子じいちゃん、うっちゃる。うん、大野ちゃんは見えちゃうところということを見せお見せしましょう今日は。スライダーから使ってくるのね。なるほどね。うん、やっぱスピットから使ってこないですね。ぐるるんっていう方が落ちる方なんですよね。 それは分かるんですよ。でもね、小さい方の回転を見ないと分からないんですよやっぱり。あーうまいね、うまい配球だね。カットボールそこ入れてくるか。はい、ありがとうございます。見えました。初球。